Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。6時20分ですね。
ただいま。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 ラグただいま。9時10分ですね。いやー遊んだわ。うわあったけー。いやー体冷えた。ずっとね海上がってから T シャツ短パンで今まで動いてた。なんかね夕方ぐらいまで全然気にならなくてね、寒くもなかったんだけど夜になったらやっぱ一気に寒くなるね。なんかねずっとそのまま動いてたわ。うー冷えた。千葉にドーファ食べに行って、ね、でその後ねさっきまで満喫行ってました。満喫でね千早フルをね最新刊まで3冊ぐらいから読んでめっちゃ感動したね。もう途中泣いちゃったね。ほんとかなり泣いたわ。ほんと途中いいね、チアヤフルはね暑いわ。でその後キングダムの最新刊読んで、でもう終わってる漫画なんだけど俺の中でねこんな漫画知らなかったってやつを見つけてね、さよなら私のクラマーっていう女子サッカーの高校女子サッカーの漫画なのかな、見てねちょっとハマっちゃったね。2巻目ぐらいまで見たときに時間がなくなっちゃってね、今帰ってきたけどね、しばらくそれを見ようかなと思いますね。やっぱ見たい漫画が見つかるといいね。漫画館、漫画、漫画喫茶はね。今からね、風呂入ってウェット干して夜飯何も食ってないんだけど、なんか食おっかな。今日海もね、まあ映像撮ったのがまあ1ラウンド目で、まあほとんど乗れなかったんで、やっぱ片手でやってるから。で、2ラウンド目はね、鴨川の別のポイント、マルキっていうポイント映ってね、もうちょっと波も良かったんで、そっちはもう映像撮んないでね、普通にやってきました。そっちの方もバンバン波やっぱ取れて7、8本のネタかな、そっちの。まだまだ体動くのが確認できてよかったね。一瞬下手になったのかと思ったけど、やっぱ片手だったらなんかね、片手はやっぱ難しいな、ほんと。いやー、あとこの前のもあったからね、今回はちょっと楽でしたね。筋肉が呼び戻されてるっていうか、足も結局一番最後までつんなかったんじゃないかな。やっぱ同じ筋肉を呼び起こして使い続けないとダメだね。また近々ねタイミング見て波乗りしようと思います。あとはね、また明日から働きますか。とりあえずでも土日は、まあ日曜天気崩れるかもしれないってことだったんで、30の35にしてあるんで、そこまで大変ではないと思うんですけど、まあ最近ほんと長くなってきてるってみんな言ってるんで、まあ、どうかわかんないですけどね、頑張りたいと思います。それでは。お疲れ様でした。